続いてはネイルケアに使用する道具を説明していきたいと思います。右側にあるのはエメリーボードと呼ばれるものです。主に地爪の長さを整えた時に使用していきます。爪を形作ったり磨いたりするためのヤスリです。これは技術者側から見たものになります。向こう側にモデルさんを座らせて作業をしていきます。右利きの場合は細かい作業をする道具たちを右側に置いていきます。